耳で読む七次元よりの使者第一巻18深まりゆく秋の夜2危機物語。僕はこの曲が好きなんだ。大木勝の歌は誰にでも好かれている。僕もそのたくさんの人数の中の一人なんだ。だから僕は人と変わらない平凡な人間だと思う。だけど彼の歌は良い歌だと理解しても彼のようにはなれない。聴ける人はたくさんいても歌える人はそういないんだ。でも両方とも変わらない平凡な感覚なんだ。彼だって寂しいんだ。歌を聴く人には選択ができる。しかし歌う人には聴く人を選択することはできない。歌を聴く人には個人なりに歌う人を理解している。でも歌う人には聴く人の個人まで理解できない。だから照明で演出された自分の姿を鏡で見るならば、空虚なピエロのごとき映る自分を発見することがあるんだ。でも観客にはそんな風に思う自分を知らないかのようにいつものように集まってくる。ただそれだけなんだ。彼もこんなようなことを前に言ってたと思う。彼の言葉に僕は同感するし、たとえ彼がそのような言葉を言わなくても理解はしていたと思う。多分彼は大衆の前で歌うよりも恋人の前で歌う方がよっぽど幸福感に満ちていると思う。同じようなことは僕と君にも言えると思うよ。僕がいくら本を書いて人に読まれたとしても僕を理解したことにはならないと思う。でも本に書けないような僕の気持ちは君に示すことができるんだ。僕と君は演出者と観客の関係であってほしくない。またそうだとしても同じ酔いしれるなら人生の中に互いに酔いしれたいと願う。喜ぶのだって楽しむのだって実は観客なんで、演出家は観客が喜んだり楽しんだりできるように演出するだけなんだ。そして今は僕と君だけの終わりのないコンサートが始まろうとしているんだ。美佐子は黙って聞いていたが、心は現実から消えていた。しかしまた現実が冷たく彼女の心を支配した。でも観客は喜んだり楽しんだりできるから、その代償として金を払うわけでしょ。美佐子はそう雄一に質問してみた。それは演出家が楽しんだり喜んだりできないから、そのバランスを得るために金を払うことによって演出家は二次的に楽しんだり喜んだりできるからさ。だけど演出家自身が観客が喜んだり楽しんだりするのを喜んだり楽しんだりして人生の生きがいを感じるならば、代償は必要としないはずだ。何でも功利的に見るのは本来の日本人らしくないと思う。僕はただ君に何かをしてあげたい、ただそれだけだ。それ自身が喜びに感じるんだ。私でなくてはいけないの？そう、対等的だから僕にも選ぶ権利があるはずだ。君だからそうしたいんだ。でもあなたとは今日会ったばかりよ。あなたは私をまだよく知らなくって？これから知ればよい。まだ行ったことのない知らない場所に旅をしたいのが人間の常じゃないかな。でもその場所がイメージと違ってひどいところだったらがっかりするでしょう。旅は時としてそれを期待することもあるでしょう。ひどいところよ。がっかりすることが分かって行く人がある。それはあなたがそう思っているに過ぎないと思うよ。人の場合と自分の場合とは違う場合が多い。それに人が先入観を持っていかないところというのは、時が経てばそれだけで良い場所になるのさ。わからないわ、あなたの考えが。わかるようになればいい。それには時間が必要さ。強引ね。あなたの考えがわかったとしても、あなたは私の考えはどうするの？そのまま理解する。だから何でもあなたの考えを聞きたい。私の考えはあなたと違って何にも考えというものはないわ。
ただ、自分勝手な感情だけよ。その言葉も君の感情からかい？そうよ。どういう感情から？どういう感情って？なぜそんなこと聞くの？雄一は黙って台所へ行った。そして冷蔵庫から氷を出して氷入れに移し替えて、それと一緒にグラス二つとウイスキーを持ってきた。飲むかい？飲みたくない。雄一は微笑みながらグラスに氷を何個か入れて、ウイスキーを八分目まで入れた。じゃあ、一人で失礼する。雄一は適量口に入れるとグラスを揺らしながら、君といると退屈しない。恋人のようだ。僕にとって退屈な時間ほど憂鬱なものはない。僕の知ってる人はそれで自殺までしたほどだ。退屈な人生って考えると今日や明日が恐ろしくなる。だから時々ゲームも覚えるようになる。人生の中のゲームね。それは常に自分に何かを与えてくれるものでなくてはならない。さもないと退屈を感じるからさ。人は人生をゲームのように考えていると批判するかもしれない。しかし、利己的な利益主義の中に自分も人をも苦しめて埋没してしまって、そこから抜け出せないような人たちから見れば、人に迷惑をかけない限りは許されるものだし、そのような社会だからこそこのような方法の方が正しいんだと思う。ゲームだから負けることもある。それは自分の見通しが間違ったり感情的になったりして正しく物を見られないからであって、人のせいではない。それがわからないなら相手のためにも最初からやらなければよい。ゲームは余裕がなければ楽しむことはできない。勝っても負けても、それが本当のゲームさ。だから人生にも心にも考え方にも余裕がない人にはゲームそのものがわからないのさ。それじゃあ、私にもゲームはわからないわね。今の私には人生も心も考え方も余裕なんて全くないもの。そんなことはない。やらなくても一緒に見て楽しむことはできる。誰にでもさ、テレビで見るように。問題はそのことに関心があるかないかによって興味も違ってくる。人生の中でテレビが占める時間はどのくらいあると思う？特に女の人にとっては。なんで？つまりそれほど退屈を、何かの人生の劇あるいはゲームに参加してみたいという少なからずの願望があると思うんだ。違うかな？そう言えるわね。テレビは大衆の自己本位的な立場から、なんとか共通の欲望を引き出してテレビに結びつけていく努力をしている。だから大衆はテレビを通して大衆の考えそのものを理解することができるようになる。もしテレビがなかったなら、大衆は個人個人が閉鎖的になって自己本位的な立場から抜け出せなくなってしまうとも言える。つまり自分が自分を一番よく知っていると思っても実際はそうではないんだ。鏡を通して自分の姿を知るように、テレビとかそういうマスコミや家族や知人、学校など自分を取り巻くそういう社会から自分の姿を理解しているに過ぎないんだ。もし鏡が曲がっていたり歪んだりしたら、自分の姿もそう映るでしょう。それと同じように、もし社会が営利的に権力的に歪んでいたとするなら、映された自分の姿も同じように見えてしまうものです。ましてやそれがわからなかったら、歪んだ姿が正しくて本当の自分の姿は営利的で権力的でとまで思ってしまうんだ。雄一は美佐子の沈黙の姿に気を留めた。僕はこのままこのソファーで眠ってしまうかもしれないが、帰るならばタクシー代をここに置いておく。泊まって行くならばこの奥が寝室だから、心配なら鍵もかかるし、少なくとも僕がここで寝るまで退屈を感じさせないでくれないか。僕のためにここにいてくれるだけでいいんだ。雄一はそう言って
テーブルの右横に1万円札を折りたたんでおいた。私がもし退屈を感じたなら、そうさせないようにする。君もそうしてくれると助かる。美佐子は微笑んだ。そして雄一の目を見て、その後下にうつむきながら美佐子は告げた。気が変わったの。何が？私も酔ってみたくなったの。雄一も微笑んだ。美佐子のグラスに氷を入れ、ウイスキーを半分ほどグラスに注いだ。ありがとう。それとレコードが聴きたくなったの。何のレコードがいい？何でも、あなたの好きな曲をかけてほしいの。難しい注文だな。雄一はそう言ってステレオの前に座ったが、レコードボックスにぎっしりと詰まったレコードの中から 2,3 枚取り出した。静かな曲で行くか、それとも楽しい雰囲気の曲にするか、どちらでも。じゃあ両方かけよう。まず楽しい雰囲気の曲からにしよう。雄一はそう言ってレコードをプレイヤーにかけてからおもむろにテーブルまで歩いてきた。思い出してみれば昨日も飲んだんだわ。誰と？男の子と一緒かい？女の人とよ。その人とも昨日会ったばかりなんだけど、今の私にとっては最大の友達なの。変なのね。長い間友達だった人とはそれこそ何でもなくなったりして。雄一は黙って楽しそうに聞いていた。それでね、私さっきふと思ったの。昨日はね、天姫物語の小説ってお星様を眺めるように私の心の中で夢を描いていたの。だから昨日会った女の人は私を救ってくれる天女ではないかと思ったりして。それにその女の人はお酒を持っていたの。びっくりしたけど、七池の神女の水と思えばその方が納得できたの。だからそのお酒を口にするとき思わず神妙になったのね。記憶はすぐに失わなかったけど、ほろ酔いながら時間とともにだんだんと忘れていくんだわとその心持ちになれたの。そして今朝その女の人と別れて列車に乗った時にあなたと会った。私は夢を続けてみたの。この人はお城の若様のような人ではないかって。話を聞いてみるとなんか偉い人の感じがして、ああまだ夢は続いているんだわって思い続けてみたの。でもあなたがあの小説の作者だなんて。私夢の世界から現実に戻されて、その現実も何が何だか理解できなくなって、それでまた夢の中へ戻ろうとして頑張ってみたの。それでもう一度神女の水を飲むことにしたの。このお酒のことかい？そう、昨日は夢の中に酔ってみようと思ったの。今度は現実の中に酔ってみるのかい？美佐子は静かにうなずいた。二人は沈黙した。沈黙が長ければ長いほど雄一は自分の心が狭まるにつれ沈黙の息苦しさを感じるのを覚えた。雄一はこの沈黙を切るためにゆっくり息を切らすような声で美佐子に告げた。僕と一緒にならないかい？沈黙。美佐子はその言葉がまるで生き物かのように美佐子の胸に圧迫するのを覚え、自然に顔がゆっくり持ち上がって止まると、呼吸の息切れが雄一にもわかるくらいにあらわになっていた。美佐子は目をつむった。息苦しさからなのか、考える時間を取るためなのか、呼吸の乱れはまだあらわになったままである。美佐子の唇は半開きになっていた。声は聞かれる様子もなかったが、美佐子の顔はそのまま初めよりは早く下に下ろされた。その表示は雄一の心にはっきりと確かめられた。深まりゆく秋の夜とともに